ちは。皆さんこんにちは。こんにちは。矢田です。今年でなんと美容師19年目。私が美容師になるんだけど、年はよろしくお願いします。9年も自分でもびっくり。私が喜んでもらえるようになろうとしたい。よろしくお願いします。僕がですね、こんにちは、柏店6年目の根本です。私が美容師を目指したきっかけは、もともと髪の毛をいじったりするのが好きだったんですけど、どうせ働くなら好きなことを仕事にしたいと思って美容師を目指しました。で、トコラソーのお店を選んだ理由は、私はインターンシップが専門学生の頃にあって、それで2週間ぐらい柏店と松戸店とも両方行ったんですけど、その時のスタッフの仲の良さとお客様の仲の良さに惹かれてトコラソーに決めました。そんな根本に、今日は柳田さんから質問をいただいております。まず一つ目、こちら。美容師としての売りは、との質問です。何ですかね。始まった。私はもともと自分がちょっと人見知りなので。そう。人見知りなんです。そう。よく言われる、結構人見知りで、なんか美容室に行くと結構緊張しちゃいがちで、つい最近他の美容室行ったんですけど、すっごい緊張しちゃって、なかなか言いたいことが、そのカウンセリングでこういう髪型にしたいとか伝えるのってすごい難しいなって最近改めて実感したんですけど、なんかそういうお客様のなんか思いみたいな、実はこうしたいんだけど普段あんまこううまく伝えられないみたいなやつを汲み取れる、悩みを一緒に分かれるようにしていってるつもりです。あとは、自分がコテを使ってスタイリングするのが好きなので、なんかそのコテを使って私はすごい自分のスタイリングの幅が広がったりして、それがすごい楽しいなって思ったので、そういうスタイリングをご自分でやっても楽しんでもらえるように、自分でも再現できるような髪型をお客様に伝えられるように、仕上げの時にちゃんと説明してスタイリングのコツも伝えて、教えてもらったらうまくできましたって言ってもらえるようにしてます。はい、次2つ目の質問はこちらです。お客様との関わり方、接し方で意識していることは。美容室ってやっぱりなんか緊張しちゃったりとかもすると思いますし、あとはリラックスして過ごしていただきたいので、まあ、空気もそうですし、なんだろうな、言葉遣いとか態度とか、あとはちょっとした気配りで居心地のいい時間を過ごしてもらえるように意識してます。で、前の YouTube でも多分何個か言ったとは思うんですけど、まあ、例えば空調だったりとか、あとは雑誌とか、あとはその静かに過ごしたい人にあんまりわーって喋りかけないようにしたりとか、あとはまあ逆におしゃべりしたそうな感じの人だったらもう楽しく喋れるように意識してやってます。以上が2つの質問でした。次は柳田さんにバトンタッチします。イエーイ。こんにちは、柏店10年目の柳田です。よろしくお願いします。お願いします。私が美容師になったきっかけは、第一に喜んでもらえる仕事をしたいって思った時に、お客様を喜ばせる仕事っていっぱいあると思うんですけど、やっぱり自分が作り上げたものに対して喜んでもらえるっていう仕事がすごく魅力的だなって思った時に、あ、美容師って髪型だけだけど結局はトータルコーディネートでそのお客様の
綺麗を引き出せたりとかできるから、そうやって自分が作り上げたお客様にその喜んでもらえるっていう仕事がすごく魅力的だなと思って美容師になりました。トコラソに決めた理由は、お客さんとしては入社前は来たことなかったんですけど、見学に来た時に、すごくまずアットホームだなって思って、で自分が働きたいと思ってたお店のその理想とうまくマッチした、そのスタッフ間の距離の近さだったりとかがすごくいいなって思って、あ、私もここの中仲間に一緒に入れてもらって働きたいなって思ったのと、自分が通ってた専門学校の出身の先輩が何人かいたっていうのも決め手の一つではありました。で今日は私10年目の柳田に、なんと中島店長から質問が2つ届いてますので、お答えしていきたいと思います。行くで、ガチンコの全く知らないです質問。はい、1個目いきます。はい、でれん、後輩の叱り方で気をつけていることはですね、私結構ガミ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 どっちかというとうるさい先輩だと思うので、正直最初は怒り方とかあんまり気にしてなくって、自分がこれはダメだあれはダメだって思ったことに対してとにかくがむしゃらに伝えなきゃっていう気持ちの方が強く出ちゃって、結構なんか相手の気持ちも考えずに言い方も悪かったと思うし、もう頭ごなしにガミ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 怒ってた時期があったんですけど、それはまずいと指摘を受け、でそこからは頭ごなしにただ怒るんではなくって、まずどうしてそういう風になってしまったのか、その例えば怒る事柄があったとしたら、自分ばっかりこう注意して伝えるんじゃなくって、どうしてそういうことをしてしまったのかっていうのを後輩に聞いて、でそのことについてもし、あ、それでもなんかちょっと違うなって思うことがあれば、そこを怒ったりとかもするし、それで後輩の話を聞いた時に、あ、そういう考え方もあるんだなって思うこともあるから、そういう時はガミ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 言うんじゃなくって、相手の意見も聞き入れつつやっていくようにしています。次いきます。ちょっとかぶちゃがもらって、でででででん、でん、美容師としての信念や美容師としての信念や譲れないこと。信念難しいんだよ。美容師としての信念、これを考えながら働いてるっていうのは、まずは自分が後輩のお手本になってくれたらいいなっていうのは考えて働いてるから、その先輩を真似するかしないかっていうのは後輩次第だけど、なんかこんな私でも何かその後輩の参考になることがあったらいいな、なんかかっこいい、あー違うな、なんか逆に私がその先輩の姿を見ていいって思ったところを盗んできてやってきたんで、今度は私、こんな私を見て後輩が、あ、柳田さんのここすごいいいなって思って、なんかそのいいって思ってもらったところを盗んでもらえるような、そんな美容師でありたいって思っているのと、私がそのお客さんをやるときにお客さんの希望ばっかり聞くんじゃなくって、お客さんと私とでお客さんのヘアスタイルを作っていきたいっていう思いがあるんで、なんか何でもかんでも希望を全部聞いてそれを施術するんじゃなくって、私が絶対にこのお客さんこれ可愛いって思ったことは断言して、これ絶対可愛いと思いますよって言える美容師でありたいし、それを
私ばっかり言うんじゃなくてお客さんにも共感してもらってなんかこう一緒にヘアスタイルを作ることをお客さんと楽しんでいきたい、そういう美容師でありたい、あります今ってところかな。じゃあ以上で柳田への質問は終了になりますので、次は中島店長にバトンタッチしたいと思います。私が美容師になろうと思ったよろしくお願いします。僕がですね、美容師になろうと思ったきっかけは、まあ、今消滅つつ小学校5年生の時にギャル男という人種だったんですけれども、初めて自分の、ね、兄の髪を女の子からバレンタインでちょっともらいたいと思ったんですね。